ソビエトのタティアナ・ドルチニーナ選手です。世界のトップ登場するしてくると何かこうね雰囲気が変わって、この入りですね、このスタートの形がこの最後フィニッシュでも出てくると思うんです。はい、そのあたりをご注目。ああ、なるほど。本当にあのブルガリアのビアンカ・パノバ選手と違ったこの良さ、どっちとは言えませんけれどもね、まあ、これはもう各選手の独創性ですから、本当にこの選手にも素晴らしいものがあると思うんですね。今回、まあ、10点が出なかったんですけれども、まあ、これで頑張ってもらいたいなと思います。はい、ちょっと間がありますかね、投げ上げて座って取るときに、今回とっても厳しいんですよ。あ、そうですか。10点をこう続出させてはいけないと、やはり選手のためにもいけない。はい、それから静止があるものに関してはもう10点ではないというように審判長がおっしゃってますから、ということは今単位ですね、今日は落ちてくるのを待ってるというような状態を確かに、厳しいですね。そうなんですよ、高さがありますね、高級難度です。このね、このジャンプ、ぐーんとこう伸びるね、9.925 というソビエトのタティアナ・ドルチニーナ夫婦の演技が終わりました。まあ、あ、これはゲオルギエバですね。そうですね、ブラザーカップ優勝者、まあ、コーチとして来日してるそうなんですね。1年間ですか。そうですね、をご紹介いたします。ブルガリアのこのトップクラスの選手は結構海外へ行ってるんですね。そうですね。